白子さん、お疲れ様です。ちょっと待って、今忙しいから。え、今忙しいから。今忙しい。あのね、これね、作ってるんですよ。あ、いいっすね。少しずつ綺麗にして、この下も磨きまして、綺麗、やっと物が置ける状態になったんで。すごい、なんかレアな。でしょ。はい。なんかこう、こんな感じで並べて、ちょっとミニ四駆っぽい感じにしつつですよ。つつ、白子さん、お仕事の時間がやってまいりました。ん？ビンチュー？いや、ビンチューないんです。ミニ四駆です。ミニ四駆？ミニ四駆。お仕事？お仕事。そんなの来たことないけど今回、ビンチューの撮影で、これから長期遠征に出るじゃないですか。はい。で、後ろを見てもらってほしいんですけど、寂しくないですか？え、それ何？俺が一人だってこと？いや、違います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 。俺の後ろには数々のその戦ってきた友達が背景として映ってるはずだ。え？ガンダム？ガンダムじゃない。ガンダムじゃない。ガンダムじゃなくて北斗の拳みたいな。あ、北斗の拳。あ、じゃなくてですね、こちらをですね、ちょっと寂しいなと僕思ってるんですよ。ですので、絵的にってこと？絵的に。うん。これからこう長期遠征行く中で、ミニ四駆の撮影も全国のショップを回っていこうじゃないかと。はい。で、その都度撮影をさせていただき、その都度そのショップにある貴重なレアキットをですね、探して集めて帰ってきて転売する。違いますよ、ここに並べようじゃないかと。あ、ここにね、っていう企画です。なるほど。はい、いいですね。それはちょっと夢があるね。夢あります。いろんなショップにどういうものが置いてあるんだろうみたいな。はい。そのお店に行って必ず何かしらのキット購入して、はい、あれ、これどこどこで買ったやつだみたいな感じのやつ作るってこと？そうです。大体何個ぐらい入ってますかねこれ。でもさ、とんでもない数になるよ、これ買おうと思ったら。だってやったミニ四駆の人ってさ、こんぐらいじゃん。まあそこにじゃあ3つぐらいは欲しいですね。こう、いや、横に、横にこう。そうです。え、でも1、2、3、もうここで10個だからね。これ縦置きとかにしようもんなら、ここでもうなんか60個とかなるんじゃない？はい。正気ですか？いや、全部埋めないとダメです。ジャンク買ってくれるの？いや、会社の経費。別に買ってくれるとかそんなんじゃなくて、はい、会社の経費イコールもうそういうことで。あ、そういうことです。で、買えと、はい、いうことですか。でもそんなにレアキットないから、もうそのお店にあるいい感じのやつだよね。そうですね、まあ、いい感じの、いい感じに、いい感じのやつを、いい感じのやつを探すってことか。それできる限りこう並べたいですよね。うん、はい。まあ、その今回アーケードベースさん、まあ、スタートだってことだから、はい、せっかくだったらじゃあアーケードベースさんでまず買う？あ、そうですね。まず買ってスタートする？そうしましょう。はい、ということでアーケードベースさんのショップの方にやってまいりました。はい。で、買うべきキットは結構たくさんあるよ。たくさんあるんですか？たくさんあります。もう本当レアキットも売ってるから、はい、これ委託販売キットって言って、多分一般の、あのお客さんがこれをこう代わりに売ってくれって言ってここに並んでて、はい、今ある現行のキットはこう、この中から要は珍しいものを集めていかなきゃいけないってことだ。ってなったらよ、この通常品番って18から始まる通常品番、はい、っていうのはよほど珍しくない限りは選べないじゃん、はい、ってなったらこの限定キットになってくるわけよ、はい、まだ残ってるね。これ限定ですか？これ限定だよ、チャン君。だってこれチャン君自分で買おうとしてネットで5000円するとか言ってたじゃん、これ発売する前。あ、そうだ、そうそうそう、限定ですよ、これも限定ですよ。パッケージがかっこいいでしょ。だってこの下のやつめっちゃやばいっす。今欲しいって言うとさ、危ない。いいっすよ、お買い上げで。いいんですよ、会社のおかげで。君の給料から転売でも。そう、はい。大丈夫ですか？大丈夫そう？一旦まあ、白子さんも選んでいただいて。大丈夫そう？一旦大丈夫です。
なんでさ、あ、いや今はそれが5000円でネットで売られてたものが、はい、なんか1100円、えだから定価で売られてる。あ、そうなんですか。素晴らしい。まだ青だってこんないっぱいあるの。え、まあ、せっかくならまずじゃあここの限定品をちょっとね購入し、ハンティングして、そうですね、並べて、そうハンティングしてこれをちょっと上に並べますか。そうですね。これ安いよ。これ普段普通に買ったら、まあ1年前買ったら多分これ全部で多分1万円以上するんだけど、え、これちょっと一回レジ出してみます。はい。あ、そういえばほら、これオープンしております。言ってたやつですね。しかもね、これなんかこう、ここだけの話はまだ公表してないんだけど、はい、なんか期間限定でちょっと安くなるんですよね。5レーン、お試し期間じゃないですけど、はい、なんかシーズンでちょっと安くしてくれるらしいんで、それキャンペーンちょっとお待ちください。激アツですね。激アツなんで、はい、皆さんお楽しみに。ということで、じゃあまず最初にゲットしたのは3つ、はい、これもかなりレアだけどね。いや、この置き方したらヤバいって。あ、そうなんすか。ヤバくない？だって今3800円作ってこれだよ。確かにヤバい。これ何個分ですかね。分かんない。ヤバい。では1、2、3、4、ここだけで12台必要だからね。いやいつパンパンに埋まるのやら。そうだよね、長い期間かけてやるからこそ面白いんだよね、多分ね。そうですね。やりますか。やりましょう。遠征編スタートです。はい。あー、ちゃんと着いたよ。着きましたね。これ人生初。え、石川県。ちゃんくんは？私も人生初石川県です。ミニ四駆ショップ行きたいんだけど、これなんとですね、はい、時刻、ええ、朝の4時58分いや結構充実した撮影を今、あ、そう、2日間ねしてきましたよね。もう今2日間ですよ。はい、ミニ四駆の人たちはね、ちょっとわからないかもしれないですけど、はい、まあ、僕が心霊スポットに行くっていう企画のね、はい、あの番組をやらせてもらってるんですけど、でそこでどこでバンド？広島。広島と兵庫、大阪。大阪、はい、でそして今石川だってその間、はい、何日？これ3日目だから。3日目ですね。3日目、3日目の朝。朝、はい、ほぼ2日間で福岡からあの車でただ走ってるだけじゃないよ、撮影をしながら、ええ、来ました。そうです、はい、おもろいね。おもろいっすね。いや、ミニ四駆が撮影できてないのもおもろいね。マジで。あのですね、本当はちょっと兵庫で撮ろうと思ったんですよ。ええ、パチンコが呼んでまして。ソードアートキリトが、うん、ソードアートオンラインっていうパチンコが呼んでおりまして、行ったら打てないっていう、ね、座れない、座れない、座れない、打てない、そして待ってる間に負けるっていう事件が起こりまして、たった2時間、たった2時間の戦闘で、2万円ぐらいの品を持って。ミニ四駆やっとけばよかったですね。そう、ミニ四駆ガチで1台組めるもんね。ちょっと空き時間があってね、ちょっと誘惑に負けちゃいましたけど、誘惑に負けたのか、もともとクズだったのか分かんない。もはや、もはやね。よし、ということで、じゃあ今日ホテル泊まって、はい、ワンチャンこの石川県でね、はい、じゃあミニ四駆ショップとかと行きたいですよね。行きたいですね。何がありますか。分かんない。明日になる前待ってみる。そうですね。着きましたね。着きました。着いたっつっても一回、まあ、皆さん多分車の中から見てるはずなんで、はい、車の中のシーンからあれから約15時間ぐらい経ってる。めちゃめちゃ経ってます。そう、だってあれから何やった。普通にホテル行って、はい、朝方だったよね確かね、はい、そうです。朝方で寝たの8時ぐらいでしょ、はい、夕方まで起きて、はい、でチャンピオンカレー食べて、で今ここですから。そうです。もうお腹をパンパンですよ。パンパンです。で着いたのがこちら、こちら
万代書店さん。万代書店さん。万代書店さんの、はい、ここは、石川県の加賀市にあります、はい、万代書店さんの方でね、すごい対応よかったよ。マジっすか。やばかった。なんかもう電話してもらって、そらなんかあの今石川県にいるんで今日この後撮影させてもらっていいですかって言ったら。いや素晴らしい神対応ですね。神対応だよね。これ期待大ですね。そうです。ちょっと店内の撮影許可いただいてるんで、ええ、早速入っていきますか。入っていきましょうか。はい。おもちゃ専用の専用ガチャとかあったっけ。うわ、え、これ全部当たるんですか。商品券、え、3枚まで使用可能。え、ちょっとここで運試し。いや違う、ここで出た金額買うにしない。3000円ここに入れて、なるほど、ここで出た商品券を使って買い物する、はい、それありですね。おもろいです。そうでしょ。はい。え、おもちゃ全般、あ、全般だもんね、はい、ミニ四駆おもちゃだよね。おもちゃです。ミニ四駆はおもちゃじゃないって言われたらどうする。その場合はまた別途で別途で別途で3000円3枚出たら3000円で9000円分買えるからね。はい、できます。気をつけなきゃいけない。一度のお会計に3枚までだから、ね、割引券みたいなもんじゃないこれ。もだって参加賞がさ1100円だからさ300円プラス必ず1100円は戻ってきます。はい。これやらなかったら逆に損なんじゃない。逆に損ですね。これ面白いですね。面白いってかやらなきゃいけないから。できます。はい。まだ見せてあげないよ。見つかってからですか。そう。ああ、なんかね、ちょっと待って。カプセルにさ、なんかテープ貼ってあるのよ。本当だ。これなんか怪しくない？このテープは怪しいです。今どうだと思う？今のは多分。1個目と同じです。1個目と同じ。はい。ちょっと待って、外れです。え、出ないこともあるんですか。外れ。いや、ちょっとちょっと、ありがとうございます。外れたと思った。焦りましたね。じゃあこれで、はい、今日買えるものが決まりますから、はい、硬いということは、はい、合計いくらでしょうか。3600円。あ、3700円。3700円。で、はい、1個3等がある、はい、で、ちなみに3等何回目。2回目。2回目。はい。じゃあ1回目も3等になるだろう。だから1回目と同じっすよ。3000円超えないとおかしいよ。ちょっと裏を書きました。あ、裏書いた。はい。じゃあまず最後、はい、1100円。まあ100円増えてますよ。そうですね、うん、100円もらえたような感じですね。ガチャして。そう。2枚目、はい、1100円。はい、じゃあ行きます。3枚目、はい、1100円です。面白くないな。え、面白くないな。それどっちですか。あの ガチャの方です。あ、お店でしてんだ。あ、そうです、あ、違う、あのガチャです。お店じゃないです。で、ここがやっぱ万代書店ということで、まあ、存じ上げられてるとは思いますよ。チャンエドモンドさんも、はい、レアキットがあるんですよ。うわ、これとかね、僕がまだ千葉にいた時に発売してた、まあ、キットなんですけど、これね、グレーのタイヤがついてる。シルバーとかじゃない、黒とかでもない、これグレー、ほう、グレータイヤだから、カラーリングでさ、あのホイールタイヤにさグレー入れたいなとか思う人とかこういうの使ったりするわけ。なるほど。そう、黒とグレーとかね、白とグレーとかで作ったりとか、ピンクとグレーで作る人とか、色が欲しいよ。タイヤにね、課金したりするんだよ。あ、だからそのためにそのキットを買うっていう。そう、うん、とか、あの緑の MS シャーシとか、ほら、あ、かっこいいでしょ、はい、シャーシとかも入ってる。だからこれ分解していけば結構そのいいんだよ。だってポリカボディもついてるから。確かに、すごいコスパのいいキットなんですよね。これが
まあ、1500円でまだ売ってるっていうことが、このお店自体がちょっと優しいってことになるな。なんか2台ぐらい買えそうな雰囲気あるね。そうですね。だけどね、まあ、なかなかマジでなかなか手に入らんやつちょっと行きたいなと思ってるんだけど、まあ、ここはここでしょ。次こっちにもあるんですよ。はい、今更ちょっとパーツをめっちゃ買おうっていうのはあんまりないから。うわすごい、アジアチャレンジのハイパーダッシュだ。めっちゃ珍しいよ。じゃあこれハイパーダッシュモーター2とか知らないでしょ。知らないっす。知らないよね。はい、ハイパーダッシュモーター2はここに売ってるのも結構なんかこう上がってくるわ。でこれがまあ向こうで買ったやつだよね。はい、まあ、通常で販売されているものも当然売ってると。うん、珍しいのがね、またありましたよ。見てほら、アバンテマーク3レッドスペシャル、かっこいい真っ赤な写真。うわ、これ好きな人絶対好きですよね。これめちゃくちゃ好きな人多い。はい、だからお値段もほらさっきの緑と比べて1000円ぐらい高いよね。2500円、安いね。だいたい4000円ぐらいで多分ネット取引されることあるけど、あこんなもん珍しいよ。シャイニングスコーピオンプレミアムバイオレットバージョン、え紫色のバージョン、これ2800円。えこれ欲しいな。ちょっとそれも結構レアなんですね。これレアだよ、薄い箱だし。ほんとだ、だしだけどシャーシがね、スーパー2シャーシ、うんうん、これも珍しいよ。トライデガー X プロメテウスって言ってスーパー1シャーシなんだけど、これね販売されてないんですよ。えじゃあレアっすね。そう、 UFO キャッチャー限定なんです。UFO キャッチャーでじゃあキャッチしないと。そう、昔 UFO キャッチャーで限定で、あったんですよ。はい、で僕も一生懸命撮ったんですけど、そのキットたちは今もうどこに行ったのかわからない。いずこへ、いずこへ。すげえなんか頑張って撮ってた記憶あるけどね。でこの中のどれかが入ってるっていうことなんです、箱の中に。はい、で今回これにはクリアレッド、透明なボディですね、オレンジ色のタイヤがついてるシャーシのスーパーワンシャーシが入ってる。なるほど、すごいね。こんなんも手に入らないけどね。うわちゃんくんこれやばい。お、え、なにこれ、デルクカイザー。え、なにこれ、なにこれ、もう見てわかる、ミハエル、見てわかる、ベルクカイザーフェンリルっていう、ね、めちゃくちゃかっこいい。かっこいいでしょ。でこれ色はスモークブラックが入ってますね。うわこれも珍しいよ。これねパッケージもすごい綺麗。こっちも珍しいんだけど、多分パッケージの差でこの箱の汚れ具合の差で多分500円差がついてる、はい、なるほど。そう、これもあれなんですよ、見てもらったら分かると同じシリーズで UFO キャッチャーのシリーズなんですよ。あなんでこれもいいよね。あのマジで何買ったらいいか分かんない。これとかも珍しいよ、マンタレージュニア4000円。あこれにしよっかな、これめちゃくちゃ珍しい。なるほど、これ見てほらさっき言ったみたいなローラーがちっちゃい、ローラーがもうほらコーナーを曲がるために作られてない、初めて。そう、ね、こんなんとかが結構やっぱ珍しいんですよ。うん、うん、こんなんもそう、これとかも普通のやつに見えるけどこれも UFO キャッチャー、リバティエンペラーノバ、このシリーズまたやってほしいわ。こんなんとかは金出せば買えるんですよ意外と、うん、はい、こんなんはね市場にないよ、なんか買えない、そもそもが。その方がいいっすね、なんかだよね、はい、だここの思い出としてほしいよね、うん、ってなったらチャン君はじゃあ自腹でこれでしょうか。ミニ四駆ゾウさん、ミニ四駆ゾウさん、これは市場に出回っています。いや何でですか、なんで、なんでじゃあそれなんですか。チャン君って一緒、こういうお店でさ、その歴史的な、はい、なんかそういう勉強しながらやるの面白い。確かにそうですね。これとかもさ、これもね、もう当時から買えなかった。ちょっと待ってさ、これめっちゃかっこいい。そう、トライゲイルブラックスペシャルっていうやつなんだけど、めっちゃかっこいい。これ何がすごいかって、はい、今このローフリクション、はい、チャン君とかいうマルーンタイヤあるじゃん、はい、これねなさすぎて、はい、ワンセット1000円ぐらいまで高騰したことあるんですよ。その時に現れたこの救世主、はい、このマルーンタイヤが4本ついてるんですよ。買うことによってついてくると。そうで金額が、車体もついて、見て超速ギアもついて、でなんと
1000円で発売された。うわ、市場に出回ってるこのマルーンタイヤが800円とか1000円で売られてる時代に、全て込みで2個で1000円とか800円だよ。でそれが4個ついてる状態でこの値段で発売されたって言ったら、わーって売れるじゃん。売れますねっていうやつ、ね、これも懐かしい。時代も学べるチャンネル時代も学ばせていただきます。はい、あーでもちょっと待って、3300ルールは超えられないもんね。これだからこれ欲しいんだけど、本当はこれ欲しいんですよ。はい、だけどちょっと難しい。はい、何これ、え、俺初めて見るのあるかも。白っ子さんですら知らない。え、何これ、マットブルジュニア。マットブルジュニア、え、何シャーシー、え、ミニオン、トミオだよ、トミオ。TZX シャーシだ、懐かしい。うわ、アストロブーメランもあんじゃん。うわ、これ俺小学校の頃このパッケージ見てましたわ。うわ、悩む。いや、え、どっちだと思う？これどっちも絶版品、どっちも売ってない。もうでも僕はマジでこの下の方は本当に なんか見たことないない、見たことないやつは結構、あ、そうだよね、うん、多分あるところにはあるんですよ、はい、ここ3台あるんで、うん、だからあるところあるやつは、いやいや見たことあるしって思うかもしれないけど、俺は見たことないからこいつにします。はい、石川県で獲得したのはマットブルジュニア。マットブルジュニア、多分ねこれ再販品だと思うんだよね。スーパー TZX シャーシ割と新しいんだよね。でちなみになんだけど、これパーツここだけじゃないんですよ、はい、当然こんな感じでねいっぱい売ってあるんですけど、シャーシ、ええ、チャー君こんなお店見たの初めてなんじゃない今思ったけど。ぶっちゃけ初めてです、こんなに商品が多いこの専門店みたいなね、はい、感じで売ってるのは、はい、だってこのシャーシがこんだけカラーあるのも初めて見たでしょ。はい、でも意外とね珍しいパーツとかこういうガチシリーズも売ってるんだね。タルバネっていうやつなんだけど、はい、普通のバネと違って少し広くなってて、フレキシブルシャーシっていうのを作るときにすごく役立つんですよ、うん、だから専門店に行って買ったりすることが多いですね、こういうのはね、うんうん、あのねこっから向こうはちょっと負けになってて、ええ、レーサーさんたちがね平日にもかかわらずまあやってるのよ。暴れてるんですか。暴れてるんです。うわ、丁重に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 何するんだよ一応こっちにもねまだパーツ残ってるから、ええ、それも見たいんだけど。お邪魔します。いや気づかれないよ、気づかれないですよ。すごい見てほら、これ全員の 車体のパッケージ化したやつを貼ってあるのかな。ちょっと待ってください、なんか症状がありますよ上に。え、本当だ、なんじゃこれ。大会で、はい、入賞した人たちの症状じゃないですか。すごい丈夫な症状ですね。でね、チャン君はまだ若い。おお、やばい。え、初代三大ショットのさ、ヒットが売ってる。これは7000円。いやでも安いよ。え、7000が安い。安いよ。あ、だってミニ四駆の見てもらったから見て。やっとここ見て、ここちゃんと。ここやっとローラーつくようになりましたみたいな。本当だ、ちっちゃ。もう本当に俺らが生まれる前だと思う。発売されたキットだと思う。しかもめっちゃ綺麗じゃないですか。めちゃくちゃ綺麗。状態がこれはやばい、はい、とかあるとこにあるんだね。ほら本当に本当にレアなボディ。シャンクが欲しいって言ったらサンダーショットマーク2。お、欲しい。マーク2のボディ欲しい欲しい欲しい。とか480円。違います、1500円です。え、3倍の値段です。1500円。はい、これでここマンタレー、マンタレーのクリアボディ。あ、本当だ、かっこいい。あ、マンタレーのクリアボディの方にしようかな。何でも買うか言ってんじゃないかいや本当にもうワクワクしてます今僕カメラで撮りながらなんかね、俺も今ね久々にこういうお店来て結構楽しくなっちゃって懐かしいなと思うこと結構多くて、はい、これブレーキにねこうやってヒートペンでなんかしたりするやつとかなんとか、はい、
黒い瞬間接着剤とかね、うん、コース見ます？見ますか。あとちょっと走らせなかったね。そうっすね。ホテルにね置いてきてしまって置いてきてしまったんですよ。でスタートが こっちかな多分。いやそうこっちだ。こうやってウェーブで上り、そして3枚着地1枚。あれこれどこかで見たことあるんですか。クリリンさんチャレンジ。えクリリンさんチャレンジ。クリリンさんチャレンジ、うん、これ全国でやられてます。そうそうそう。アーケード。あじゃあアーケードベースもやって。そうそうそう。あこれ見たことありました。このありましたね。あのホームに、まさかのホームに、ホームにこれありますね。そうなえじゃああれですね、こうやって全国でこのタイムアタックチャレンジとかやってたんで。そうなん、今それやってた。これちょっとじゃあチャンク、チャンク、チャンクのマイク奪っていい？なんなりと。すいません。よかったら。なんなり。すいません。つけます。はい。すいません。万代書店の、はい、ミニ四駆担当になります。あ、担当の方でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今やられてるイベント、これこの名前は何？クリリンさんチャレンジ。クリリンチャレンジでクリチャレっていうので。うん、これ全国でやってて、そうそうそう。僕たちが行ってるあのアーケードベースの方もやって、はい、引いてたんです。で、今来られてる。ああもういい、いや挑戦中です、平日なのにめちゃくちゃ来てくれました。もうだってもう閉店間際、はい、間際です、はい、閉店間際まで遊んでくださってミニ四駆バカたちですね。ありがとうございます、ありがたいですよ、うん、ありがたいですよ、ありがたいです。これ今何秒ぐらいが今全国でハイエットされてるんですか。23秒台が出たら早いっていう形になってますね。うちで今うちのしげとさんっていういつも来てくれる人が、はいはい、今 2,3 ってタイムを出してくれてて、これは全国だとどのくらいなんですか、うん、2,3。 あ、1位です今1位。ミニ四駆持ってこなくてよかったな。持ってこない今1位。それどうだった確かに。あ、じゃあ県1位がここにいらっしゃるわけですね。そうクリリンさんチャレンジの、うん、今はいないですけど今ここによく通ってくれてるのが、へえ、うん、2,3 出してくれてる、うん、今は1位ですけど、まあどうなるかなって。いやでも、うん、3位ぐらいいますよ、うん、3位が。あ、じゃあこの 23.2 秒台にいらっしゃるんだ、うん、他に。そうですね、うん、3、6出してるのが今彼が。そうなんでね、今来てくれてるどうも、はい、あの二度とあなたの前にミニ四駆持ってくれちょっとマシン見せていただくこととかできます。あ、僕は全然大丈夫です。いいですか。まあ、まだあれなんですけど、これが今全国3位3位、4位ぐらいです、ね、3位、4位、3、4位に入ってるマシンです。スラダンじゃないんですね。あ、そうです。僕はスラダンは勝負使えない人で、もうずっともうリジットで、はい、あ、リジット車体でプレーキー、プレーキーですね、はい、プレーキーでアンカー。あ、かなり柔らかいですね。そうですね、まあ、今ちょっと硬めに、これでちょっと硬めにはしてる。硬めの方なんですか。はい、あ、しかも2本の。あ、そうです、2本 AT の方なんですか。はい、耐用期は22.8 ですね。 2.8、 はい。あ、じゃあにほぼ23っていう。そうですね。え、めちゃくちゃなんかこれあれですね、シンプルな車体ですよね。もうそうですね、もうね、はい、シンプルだよ。なんかあの今すごいこうゴテゴテになってるマシン多いんですけど、すごいシンプルな車体です。でも重量はフロント側がかなり重めに。そうですね、ちょっと重めにして、まあ、頭が少し下がるようにっていうイメージで作ってはあるんですけど、まあ、その辺は、まあ、走らせてっていう。これじゃあ僕も、はい、これいつまでですか、クリチャリは。10月の後、あ、もう10月終わりまでやるはず、確か。10月末ですね。じゃあ僕もあの戻ったら挑戦タイム挑戦いやいや、もうこちらはもう本当にあの少しでもいやいや、このマシン見たんで僕あのスラストも見たんで今いや、まあこれはあれですね、あの今
そのあのタイムを出した時のスラストではないんですよ正直、はい、これよりもうちょっと浅いんですよ。あ今今週と来週にレースがあるんで、はい、それの調整もあって、あちょっともうちょっと安定するように、あそうそうです、はい、で今は少しスラスト入れてあるんで、まあ、今で多分4度くらいなんで、このタイム出した時は多分2度とか、あじゃあもうほぼ浮いてる状態そうですね、もうレンチェン行ってもうバンクのとこに刺さっとるぐらいじゃないかなっていうぐらいなんで、もうそれぐらいでもうコーナー爆速にしてっていう感じですね。来ました、コーナーを早くしないと多分ダメになるということで、今日ありがとうございました。ありがとうございました、もう頑張ってください。 ありがとうございます。 1位待ってます、ね、頑張ります、はい、頑張ります。まあ、買うものがねまだ決まってないんで、はい、最終的に買うものを決めて、え次に行きます。次に次は多分新潟あたりになるぞ。新潟米、うん、4年後にお会いしましょう